片桐しゅげる3月18日から1944年4月28日は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将。香川県出身。旧西香川県立美都予中学校を経て、1913年5月、陸軍士官学校を卒業。同年12月、騎兵上位に任官式兵第11連隊付となる。 1924年11月、陸軍大学校を卒業し、参謀本部に配属された。1926年9月、朝鮮軍司令部付けとして、ポグラニチナや特務機関長に就任。その後、参謀本部員、陸大専攻学生、陸大教官、陸士付、三笠宮府部官、陸軍騎兵学校教官、騎兵、第27連隊長などを歴任。 1937年8月、騎兵大佐に昇進。同年11月、第一師団参謀長に就任。1939年8月、陸軍少将に進み騎兵学校付となる。同年9月、騎兵第一旅団長に就任。1940年12月、騎兵幹部付に移動。1941年3月、 農林省馬政局次長となり太平洋戦争を迎えた。1942年12月、陸軍中将に進級。1943年7月、戦病死した青木重成なり中将の後任として、第二十四団長に親保され、ニューギニア戦線に出征した。フィンシュハーフェンの戦いなどに参戦し、苦戦を強いられた。1944年4月、 マダンからウェワクへの転身において、第二十師団長、片桐茂中将、三宝長尾の竹尾大ら師団司令部一行は、大発でラム川とセピック川の大湿地帯を回避して、ウェワクに向かったが、目的地近くで、敵魚雷邸に襲われ、片桐中将を含めそのほとんどが戦死した。ありがとうございます。